ブラウンシー島のブランクシー城、ブラウンシー島は、イギリスの小島。座標位置は、北緯50度41.5分、整形1度58分である。ロンドンの南西約1 0 0トル、イギリス本島の南、イギリス海峡に面したボーンマスの西側、プール湾内に浮かぶ8つの島のうち最大のもので、長径2キロメートル。 単径1キロメートルほどの東西に長いラ円ン型をしている。島内には2つの小さな湖がある。ローマ時代のガレー船や古代デンマークのホブ船が基地としており、クヌートが財宝を隠したとの伝説もある。15世紀には海賊ハリーページの隠れ家があり、16世紀には密輸業者がアジトとしていた。1901年以降はバン・ラルート家の辞書となっていた。 現在、島のほとんどは、イギリスのナショナルトラストによって所有され、自然保護区に指定されている。この小島は、ボーイスカウト運動の始まりの地として有名である。1907年8月初旬、ロバート・ベーデン・パウエル教徒20名の少年たちが、この島で8日間の実験キャンプを行った。これは、スカウトの最初のキャンプと呼ばれ、現在この島にはそれを記念する石碑が立っている。 島には、ブラウンシー野ガン劇場があり、毎年、シェイクスピア劇の公演が行われる。ありがとうございます。